せーの、皆さんこんばんは、むくいなのえなです。ということで今日なんですけれども、まず、私が一人今始めてるんですけれども、本日の日付5月16日ということで、今日はむくさんの誕生日です。むくいなっていうのは撮影日っていうのが決まってるんですけど、たまたまね、むくのリアバと撮影日が被ってたんですよ。で、まあね、むくがなんかこうちょっとスキピと予定があってとか、なんかそういった話があれば全然撮影日をずらすとかもう可能なんですよ。うちらはそういう話は全然受け付けるんですけど、何もなかったので、あ、撮影していいのかなって思ってて、で、せっかくさ誕生日と撮影日が被ってるならね、なんかしたいなと思って、今まで別にその誕生日企画とかうちら毎回やってるわけじゃないんですけど、私の個人的な気持ちなんだけど、なんかあんまり動画でそういうことしたくない。どういうこと？あんまり動画でそういうことするって、なんか無垢のためにじゃなくて、なんか動画のためにしてる感じに思われたら嫌だなと思って、だからあえてそこのそこは友達としての部分を守りたいみたいなタイプなんですけど、カップルみたいな、カップル YouTuber って感じなんですけど、まあそういうのがあって、別に毎回誕生日企画やってきたわけじゃないんですけど、まあせっかく被っているので思い出にもなるし、撮影も兼ねて無垢をとある場所に連れていこうかなと今日は思っております。皆さん、のシルバニアパークってあるの知ってます？最近 TikTok で流れてきて、うわこれ絶対無垢好きやんとか思って、なんかもう全然前に無垢にその TikTok で送ったの、その TikTok を。だからムクもそこ気になってたみたいな、ちょっと前に言ってたのね。せっかくだしそこ連れてきたいと思って、そこが茨城なんですよ。で、はにゃってなったじゃんみんな、茨城で。なんかそれで私ペーパーでしたよね、動画でもずっとムクが運転してました。なんですけど、最近運転ができるようになってきたということで連れてこうかなと思ってます。うわー、大丈夫、自分すっごい心配なんですけど、まあ、いざとなったらちょっとムクに運転変わってもらおうかなと思って、それでちょっとシルバニアパークにちょっと連れて行きたいなと思ってます。で、毎年ねお手紙とプレゼント渡してるんですけど、それも用意してあります。あの、最後プレゼント渡して今日のサプライズはおしまいと。で、夜はね友達と予定があるみたいなので、ほんまに友達って思った人は今コメントに残してほしいんですけど、まあ、予定があるみたいなので、まあ夜までにはね帰ってきてっていう感じになります。マジほんまにドキドキで、昨日ムクには普通にムク撮影だと思ってたから、昨日まで可愛い格好して12時半とかに準備しといてって言ったんですよ。もう彼氏すぎないうち、全国の彼氏見習って。それではサプライズ成功しますように、ムクを迎えに行きたいと思います。はい、ということで、なんと無事来れました。ここまで本当にね怖かったですよ。無事ね来れたということで、待たせてるんですね、ちょっと近くで。なのでちょっと呼びつけたいと思います。ということで呼びつけたので来ると思います。あ、来ました。びっくりしてる。ねえ、何してんの？運転してる。嘘でしょ？え？嘘でしょ？運転してんね、うち。行けんの？いざとなったらよろしくね。すごい、じゃん。ありがとうね。お誕生日おめでとう！ありがとう。これ映ってる？ちょっと近すぎてさ。うち泣いちゃう。なんで？早い！朝から泣いてんの？じゃあうちも泣きそうだからさ。てか、なんか今の言い方、ムクのお母さんすぎて無理。もうさ、朝から泣いてんのがムクのお母さんすぎる。ちょっと今はさ、いっぱい祝ってくれて。確かにね、今さっきだもんだって。24歳になりました。はい、おめでとうございます。はい、どうしますか、あの、行くところ言った方がいいですか？え、言っちゃったなんか見えたけど、嘘。そう、それとは限んなくない？いいんだよね。そうだよね。でもそこだとしたらめっちゃ嬉しいよ。そう、いいよ、大丈夫。大丈夫。高速乗って1時間半。大丈夫。だからいざとなったら本当によろしくね。ありがとう。っていう。うん、全然運転は変わるけど。はい、ということで、今日はシルバニアパークに行きます。やったはい、嬉しい。せっかく撮影かぶってるから誕生日、うんうん、何しようかなと思って、うんうん、シルバニアパークに。やったー。とりあえずちょっと軌道に乗るまで一回切るっていうのはありかな、うん、そうです。それか、そうですね、まあ喋ってみてもいいんですけど、うん、まあ一旦そのエナピーが運転してるとこ見たいかも。了解です。動画で映してもいいですか？はい、はい、これここまで来るのにちょっと乗ってたわけじゃないですか。はいはいはい、ここ急激やばい、この。あ、かかりやすい。うん、こうむずい、この車、はいはいはい、でもかかりやすい方がいいかな。
できるじゃん。ちょっととりあえずこんな感じで私運転していきますので頑張ってますっていうことをお伝えしておきます。はい、頑張ってますっていうことをお伝えしておきます、はい、ではまた後ほど。もしかしたら運転手変わってるかもしれないけど次の曲楽しみ。はい、ということでなんと無事、はい、変わらずに運転できているということで、すごいよ。はい、なんと今サービスエリアにも寄ってきちゃってね、うん、あと30分ぐらいで着きます。もうやばいやばい。え、早くないとか意外と早い。一応ね、その動画でできない話はもうしておきました。もう24歳ということでね、私も気になることいろいろありますよ。ムクさんね、はい、もうしておきましたんで、そうですね、動画でできる24歳のお話を本当にそう、はい、していきましょう。どうですか、まあ24歳になって、はい、まあ、十何時間しか経ってないですけど、うん、どんな感じですか気持ち。え、でもなんかやっぱ今年はちょっと重みが違う感じが、うん、それだから毎年言ってたやんて、去年も言ってたやんてそれ。いや25になったらもっとだと思うんだけど。まあそうだね、だから年々だから増えてってるのかもね。そうそうそう。でも ママからの LINE とか、新藤さんからの、うん、マネージャーさんね、マネージャーさんからの LINE とか、ちょっとやっぱなんか大人の、確かにレディーとしての感じが含まれてる。ママなんて言ってた。ママはね、うん、まずむーちゃんお誕生日おめでとう、うん、あっという間に24歳になりましたねっていう、このあっという間に、はいはい、その23の時は言ってなかったの。もうだからそのなんていうの、24ってやっぱりあっという間に感があるっていうか、もう大人だね。なるほどね。っていう感じが少しずつ数字の重みを感じるのではないでしょうか。でも数字は人生のあくまでも目安です。おお、この世に生誕してから何年経ったか、うん、それだけのことです。あまり数字にとらわれず。なんかその学校の先生みたいな感じの言い方なんだね、ムクのお母さんの。そういう、そういう敬語で来るのね、そういう時は。そうそうそう、うん、自分らしく後悔なくいろんなことに挑戦し学び、うん、笑顔で周りの人に感謝し、ごめんねではなくありがとうと言える、そんな人いてください。素敵。私的に一番響いたのは、うん、自分らしさとは自分のマイナスの部分を開き直ることでないことも知っていてください。うーん、確かにな、うん、いいところをね、自分らしさと言えるようにってことですね。いいお言葉をいただきました。なんか確かに24歳ってだから周りからしてもそういう面持ちも違うのかもね。ムクが24歳になりましたっていうのをさ祝うのって、振り返って23はどんな年だった、逆に。23は、うん、23歳いろいろあったよ。いろいろあったよね、わけじゃん。はい、そのどんな年だったの。でもさ、なんかもう毎年同じようなことになっちゃうけど、うん、やっぱ考え方も変わっててるというか、てかもう20代ってもうそうなのかな、もう毎年変わる。あるある、絶対そう。やっぱみんながこう働き出してなかなか時間が合わなかったりとか。そうね、やっぱ大人になるということを感じましたね、23歳は。そっか、なそれで迎える24はどんな大人、もうもっと大人を感じるってことだろうね。いや、そうだと思う。きっと。で、私さ、今日夢見たの、うん、あんたすごい夢見てて羨ましい。うち夢見れない人間だからさ、すぐもうポンポン言うやん。今日夢見て、今日夢見て、ね、しかも誕生日に見れたんでしょ。え、そうだよ。何見た、何だったと思う。もうやめて、その結婚したとかいうこと言い出すんじゃないの。この間妊娠して次結婚した夢見たんじゃないの。 No No No。 何、でも本当に、うん、びっくり、なんて言うんだろう、私一回起きちゃったの、それでちょっと泣きそう。そんなに、うん、まあいいです、今日もう何でもありですから。泣いて生まれた日ですから、泣いていいらしいよ、誕生日は。そうだよね、うん、でも途中までしか見えなかったの、その夢。あ、起きちゃったからだ。そう、はいはいはい。で、タイに旅行行ってたんだよね。タイだ、自由の国でしたっけ。自由の国、タイに、うん、で、二人でなんかグリーンカレーとか食べたんかな。あ、食べたんだ。そう、でもなんか終盤みたいな感じで、ほんと途中からしかそれもないんだけど。あー、はい、あるあるね、夢の。そう、でもめっちゃ楽しくて、うん、で、タイ楽しいねとか言ってたら、そう、なんか台風が来て。タイだけにね。ちょっともうほんまにやめて。台風が来て。台風来たんだ。やばいやばい、危ないよ。そう、やばい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 、どうするどうするって終わっちゃったの。終わった。え、どこで泣いてんのそれ今。どこで泣いてんの。なんか無垢的な解釈があったってこと、その夢の。そうそうそう、私的になんか、うん、多分、うん、その楽しすぎて、その旅行が、うん、卒業旅行みたいな感じがしちゃったの。え、なんかわかる、この自分はそう思ったんだ、それを。そう、起きた時とかになんか無垢の卒業旅行みたいな。え、なんかなんて言うんだろう、その楽しすぎてありえなかったんだ。ありえなかった、日常って感じがしなかったんだ。そうそうそう、なんか最後ぐらいじゃないとこんなに楽しいことをしていいわけないみたいなね。そう、あー、そんな楽しかったんだ。そう、だからそう、永遠じゃないなっていうことをすごく感じた。あー、なるほどね。あ、そう、分かった。うちなんでこんな風に、うん、夢ってさ、その
いろんな記憶があって、うん、それに影響されて見れた、うん、そうだね。でそれでファンの子からのメッセージとかを見てて、うん、こうやって当たり前に応援してるけど、うん、こうやって応援できることも当たり前じゃないし、うん、じゃないから、でも終わるまで、うん、ずっと応援してるよみたいな、うん、一生味方だよみたいな、うん、そのファンの子がメッセージくれてて、うん、でなんかそういう言葉とかも、なるほどね、確かになんかその例えば18歳とかさ、うん、もう19歳とか20歳とか、うん、そんぐらいの時はさ、うん、まだみんなそこを見てたわけではないの。だけど24歳とか大人に近づくとさ、なんかみんなさこう仕事とかも始まったりとか、そうだね、より未来を考えることになってくるからさ、うん、なんかファンの子のメッセージもそんな感じがしたわけよ。まあうちらも最近結婚とかそういう話もめっちゃするしね。そう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 、なんかうちらは人生チャンネルだからさ、なんか続けることがすごいしやすいチャンネルだけどさ、そうそう、いざ話してみたことはないとか考えてみたことはないから、そうそうそう、あとあれだ、最近、うん、そのお姉ちゃんのアイドルグループ解散発表したんだけど、うん、いやそれとかもあって、なんかやっぱそれもさ7年ぐらい続いてたんだけど、そうだよね、それも終わっちゃうみたいな、うん、でそういうのもあって、多分なんかその楽しかったんだけど、旅行自体はなんか終わりなのかなとか、はいはいはい、思っちゃって。そう感じたんだ。そう感じたの。だから今を楽しめよっていうことで言った気がした。なるほどね、うん、でもねめっちゃわかる。多分今すごいがむしゃらなんだろうね。そうかも。だからがむしゃらすぎると急に終わりきそうで怖いじゃん。なんか永遠ってないのっていうか、いや本当に思うよ。とにかく、まあ、今を大事にっていうメッセージだったのかもね。そうかもね。いろんなことが重なりすぎた、ちょっと、うん、だから本当に海外旅行行こう、うん、マジで今行けるんだったら行っちゃう、うん、ってことでしょ。そうそう、その夢が言ってたのは、うん、そう思う、うん、じゃあもうそろそろ本当着きますので、はい、じゃあまた着いたら回したいと思います。なんかそのシルバニアパーク自体がコモロエビ園みたいなところがあって、そこの中に入ってるんですね、うん、なのでちょっと一旦入ったんですけど、こんにちは。ムク誕生日なんで今日、おめでとう。はい、ムク誕生日お祝いしてもらいました。あるよ、あるよ、あるよ。もうすでにシルバニアのグッズ屋さん、これまだシルバニアパーク入ってないよね。でも、もしかして入っちゃってるのかな、もううちら。そういう世界観、こう気づいたらシルバニアみたいなのが入っちゃったよ。そういうね、だってやばいよ、どっからかわかんないけどシャボン玉出てんね。何何何、どこどこどこ、あれからシャボン玉ねえ、世界観やばい。ちょっと待って、嬉しい。すごい、ここで写真撮ってあげようか、まず。わ、映るかなシャボン玉。あ、でも映ってる。あ、いいやん。え、てかマジで晴れてて天才今日。もうどこを通っても可愛い。でもさ、可愛いもん。うん。え、待って、ここ売ってるんじゃない、だから今日は、じゃあ24歳なので24個ってこと。でもさ、そういうのってさ、いっぱい買ってもあれやん。うん、いや、それはそうよ。じゃあさ、2つまで。え、いいの。はい、プレゼントします。え、すごいね、こんないっぱいあるの。パンダ欲しいんだよ。そう、パンダとか、まあ、結構何でもいるよ結構。え、待って、さ、シルバニアで黒があると思ったら私は。うん、これうち欲しい。でもね、あのね、気をつけて、これベビーカーだからね。え、これ入ってるかなって思って、これね、そちらさんがやってた、よくやっちゃうんですよ。でもこれ買えばこの子たちもいるの。そう、いるの。三つ子のベビーカーなんてね、普通にね、シルバニアでしかね、なかなか見れないからね。そうなんだよ。あ、なんかこれ、これ絶対取る。選んで選んで。どれがいいかな。何枚選べんの。6枚。あ、6枚も選べんのか。うん、あ、かわいい。どれでもかわいいな。画面のポーズを真似してみてね。絶対に漏れなそう。わかる。大丈夫、取るよ。なんか重たそうなシャッター切ってる。写真を選んでね。じゃあ、もっとガオがいい。次は動画撮影だよ。あ、なになに。3、2、1、アクション。あった。あ、来たって。お、あ、かわいいじゃん。いいね。え、かわいい。めっちゃいいじゃん。なんか100均のプリぐらいは漏れてる。わかる。お、え、家族、家族シリーズとか。そうなんだよね。あ、出た、カワウソ。このカワウソファミリーかわいいんだよね。かわいい。ここにいるから隠してんだ。そう、なんかこれでいいかも、これもいいかも。あ、え、うちも買おうかな、キーホルダー。買おうよ。
え、顔、え、この服装とかめっちゃ好き。かわいい。でも私これがいいかも。これめっちゃかわいいよ。え、これめっちゃかわいいよね。うん、私これにする。でもこれかも、うち。それ？うん、私これかな。じゃあこれ。ありがとう。はい、プレゼントします。なんか3つになったけど。シールとか200円とかのやつだった。はい、買ってきました。なんか普通のビニール袋でしかもらえなかったんですけど、コンビニ寄ったみたいな、寄ったみたいな感じですけど、どうぞこちら。あ、私のもちょっと、はい、え、じゃあこのさ、あれつけようかな、うん、あ、つけてみる。うん、あ、かわいいじゃん。かわいい、かわいい、いいじゃん。つけました。かわいい、かわいい、よいよい、いいやん、いいやん。こちらです、シルバニアパーク。いけいけいけ、じゃーん、つきましたって。はい、じゃーん、はぁ、あ、やだ、すごい。2名でお願いします。会計ご一緒で大丈夫です。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。今日は雨が降っていたので。あ、降って、え、降ってたんだ。え、嬉しい。てるんですけど、一個ずつとかがいいですか。大丈夫です。ありがとうございます。わぁ、すごい。え、すごいじゃん。なんかさ、色のも結構あるのよ。確かに。じゃあこれを巡ったらいいのか。そうだね、クイズラリーに全部答えたらって言ってた。オッケー。赤い屋根の大きなお家、あれじゃない？あ、っぽいよ。うん、あれに、赤い屋根の大きなお家の隣は畑にない、いや、あ、あれだ、あれだ、あの畑に、あの畑にない野菜は何って。なるほどね。え、かわいい。えー、すごいね。なんかマジで楽しいだろうね、ちっちゃい子とかも。ね、かぼちゃ、人参、きのこ。あ、きのこないね。あ、きのこないです。きのこないです。はい、これです。はい、きのこです。これです。これは入れるの？入れる、入れる。やば、入ります。入ります。あ、すごい。えー、すごい。え、え、こんなちゃんとしてんの？ちょっと待って、ちこれちっちゃい時怖かったやつだわ、これ。この空気怖い、怖すぎる。ほんと？ちょっと今も怖い。可愛いし、すごいが勝つんだけど、なんか普通に、本当に入ったみたい。本当にそうだね。ね、すごい。持ってたもん、あのバスタブとかも。あ、そうなの？うん。低い。でも、可愛い。なんか、あんたのサイズ感、あの、シルバニアサイズ。別にうちとか面白いでしょ、だって今ここにいんの。いや、でも馴染んでる。馴染んでんだ。ちょっと行ってみ、お話しして、あ、お話ししてみて。マジで今日誕生日で聞いたので、その、来ました。おはようございます。はじめましてですよね。そうですよね。なんかそう、誕生日で聞いたんで来たんですけど、はじめましての人がいたんで。これがあの一番ちょっと赤ちゃんの中で人気だから、ちゃんと挨拶した方がいいか。あ、そうなんですね。自分 YouTube やってて、ムクナっていう名前でやってて、もうあの、8年ぐらいやってるんですけど、ちょっと特技とか見せといた方がいいかも。ちょっと特技かな、ラップが一応できるんですけど。あ、すいません、聞いてやってもらってもいいですか。すいません、その、あ、テレビでお願いします。赤い屋根の大きなお家、君の誕生日、ハッピーバースデーよ。はい、冷蔵庫開いたまんま大丈夫。せいや、はい、うさぎの赤ちゃん、人気ナンバーワン、はい、君のオンリーワン、はい、はい、大きなお家、はい、こんな感じですね。こんな感じですね。大丈夫です。大丈夫ですか。あ、帰った方がいいかな。出よう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 。すいません、おめでとうございました。本当に応援してます、いつも。また何かあったらよろしくお願いします。お願いします。すいません、すいません。危ねえ、危ねえ、危ねえ。クリエイター人生終わるとこだった。終わってるとこだった。危ない。の男の子が食べてるのは何かな。ああ、はい、ポップコーンです。はい、幼稚園の屋上にいるのは誰。屋上、誰誰。あ、悪ガキじゃない、屋上いるの。あ、あの子は誰。チョコラウサギは赤ちゃんだ。ベビーカーに乗ってるのは誰。ペルシャ猫の三つ子ちゃんだ。あ、わかんない。でもね、こちらまだめちゃめちゃ優しくて、あと双子ちゃん、双子ちゃんなんだよ。あ、絶対それなんだ。じゃあ、しかも待って、うん、写真ある。そう、写真ある。やっぱね、優しいね、優しいんだよ。絶対あの赤ちゃんあげようって気持ちがあるね。そっか、絶対もらえる前提なんだ。そうそうそう。ワクワク探検コーススタート。先に行ってるからついてきてね。まあまあ、ハードよ。なんか、そうだね。あ、ねえ、待って、かわいすぎるかも、こいつ。なんか、いた感がすごい。いた。なんか、どんぐり山のデコボコ階段。こんな感じで。あ、こういうのね、こういうの。
大変だよ。ちょっと24歳にできるかなこれ。あ、難しい。難しいよ。危ない、こけそう。みんなこけそうです。気をつけて。みなさん気をつけてください。お姉さんいる？大丈夫？まあね、誰も階段登ってんだけど。憩いの林の渡り廊下、体を小さくして進もう。あ、渡り廊下走りたい気分だ。懐かしいから、小学校の時にね、渡り廊下呼び出されて。そのオタク役をやった人は誰だ？あ、私ね。そうそうそう、オタク役はうちね。そうそうそう、杉の小山の葉っぱのトンネル。すごい、こんな、あ、なんか雲の巣がかかってんの。あ、こんにちは。あ、こんにちは、探検隊さんもいます。え、ちょっと待って。え、ここすごい。ちょっと待って、こんな一周してる。やばいね、シルバニアパークを一周してる。本当に囲ってるやんこれ。え、ね、この道すごい、見て、嘘みたいなさ、シルバニアの感じする。気をつけてね、あんた。こんなはずではなかった、予想では。結構ちゃんと探検かも、うん。あ、来た、ゴール。あら、ゴール、秘密のお家。ゴール、おめでとう、頑張ったね。ここには僕たちが集めた10個のラッキーアイテムがあるよ。どれか一つをシルバニアパークのスタッフに伝えてね。素敵なプレゼントをもらえるよ。え、すごい、なんかさ、サプライズ上手、うん。どれか一つを伝えればいいんだって。10個のラッキーアイテム、どれか一つ。1個でも見つければ10個もあるんだよ、だって。このギンガムチェックのマントとか。でもあのなんかランプみたいなのもなんか怪しい。確かに、ランプ急に出ることある。ランプだから、その、おそろそろそのラッキーアイテム、あ、ランプですか。簡単に言ってみるってことかな。このゴール、はい、はい、ゴールです。ゴールです。あ、はい、好きなものを2つ番号で教えてください。1番と3番です。はい、はい、ありがとうございます。なんか、はい、あの冒険のやつのアイテムみたいな。あ、こちらで答えていただければ。全然わからなかったんですけど、最後のところにプードルの赤ちゃんで、はい、はいはい、ここにそのところに置いてあった、蜂蜜。あ、あれだったんだ。ですね、あ、かわいい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで帰ってきました。はい、どうでしたか。もう最高でしたよ。よかった。夢ですよ、こんなの。よかったです。ごめんなさい、なんか去年もそうなんですけど、はい、まあ、ディズニー連れて行ってホテルにこうサプライズで、本当にね、ムクがなくしたネックレスの代わりにね、新しいやつ買って、はい、しかもティファニーとか買ってたから、なんかサプライズとかやっちゃったりとかもして、今日もなんかごめんなさい彼氏みたいな感じのことしちゃって、なんかどんどんムクのこれからの彼氏のハードル上げちゃってるな。いや、でも本当にそうと思います。だってシルバニアパークに連れてってくれる人はいない。確かに発想がまずね、うん、男の子の発想としてないないと思うから、もう喜んでもらえてよかったです。いや、もう本当にありがとうございます、はい、ということで24歳おめでとうございます。ありがとうございます。これからもね、むくらしく頑張ってください。24歳もね、はい、頑張ります。はい、皆さんもぜひまだ間に合いますので、この動画でもおめでとうっていうコメントね、はい、残してください。 まあ一応こちらはですね、動画には残さなくてもいいかなっていうものなんですけど、うん、一応そのプレゼント、え、せっかくなんで、ちょっと今渡そうかなと。嬉しい。はい、何、ちょっと今年のプレゼントはですね、えぇ、ちょっと不安、どうでしょう、わかんないというものなんですけど、こちらです。じゃあ、誕生日おめでとう。やばい。一応中に2個入ってます。はい、2個、そう、1個アクネのやつと、うん、1個がこんで、やばー、ギャルソンのやつです。嬉しい、ありがとう。もう嬉しい。え、うちは初めてです、こちら。私も初めてお買い物した、うん、アクネで見たことはあったけど、え、なんだろう、ムクっぽい。2つ2つあります、アクネで。マジで買いたいもの2個あった。ポン、何、かわいい。これめっちゃムクじゃない。何、ピアス、ピアス、これめっちゃムク。お花もムクだし、この色の組み合わせとかもさ、だってムクのやん。何これ、買うしかないと思って。ちょっと今つけてみて。あ、つけてみて、キャッチ一体型。え、めっちゃいい。え、めっちゃ可愛いんですけど。うんうん、めっちゃ可愛いよ。なんかすごいちょっと大ぶりだし、派手すぎるかなと思ったけど、全然。え、待って、もう満足なんですけど、いいんですか、もう一個、うん、ネックレス、可愛い。可愛いよね。え、めっちゃ可愛い、超タイプ。ちょっとこの暗めのシルバーなの。え、何これ、可愛い。可愛いよね。え、可愛い。あ、いいやん。これ今日つけます。あ、いいじゃん。え、ありがとう。アクセサリーですね、アクネでは。可愛いというかセンスあるね、マジで。ありがとう。このもう一個が、うん、まあまあ一回開けてみて。開けてみる、なになに、なんかもう分かんない、これ、なんかな、まあこれめっちゃ不安なんだよな。これ今欲しいのかなっていう。え、
ねえ、すごいね。これもうずっと欲しかったもん。これで合ってる？それ、うん、うわーよかった。それが分かんなくて不安だったの。いや、ていうかうちもう最近もう行ってたのこれ。最近もう、うん、もうギャルソン行って、でもその店舗にはこのシリーズ置いてなくて買ってなかったの。でも本当にもう見つけたら買おうぐらいの勢いだったわけ。でもその時買えなかったじゃん。うん、でうちそれをそれが何だったっけっていろいろ考えたけど、これしかうち思い浮かばなかったのまず。で、お店行ったら、今日入荷しましたって。2月入荷だったのがずっと先送りになってずっとなかったんですけど、今日入荷したんですよって言われたから、いやもうこれ違かったとしても買おうって思ってこれを買ったの、うん、すごい。だって私その年末の時に次入荷するのは2月ぐらいですみたいな感じ言ってて、それずっと先送り、うちが買い物行った日に、だからすごい、めっちゃね心配だった。え、これだった気がするんだけどと思って。これよかったじゃん。やば、嬉しすぎ。買っちゃってたらどうしようかなとかも思ったんだけど、いや見つけてたら買ってた。買っちゃった。うん、買ってないよね。大丈夫だよ。買ってない、買ってない。今優しさで本当は買ってるけど、だから、マジで嬉しいわ。よかったでも、かわいい、ありがとう。プレゼントも完璧でさ、どうすんのどうすんの、どうすんの、もう無理じゃね。もう彼氏やっぱ無理かもね、うん、だから本当にごめんなさいけど、ごめんね。てか今までの彼氏もなんかごめんね。いや本当に良くないよ。良くないでしょ。良くない人いるわ隣に。ということでプレゼントもね渡せたので、はい、本当にこれでこの動画を締めたいと思います。ということで、はい、以上ムクの誕生日サプライズ企画でした。やったー、ありがとうございます。はい、24歳も頑張ってください。はい、ということで、ムクリン誕生日おめでとうと思った人はチャンネル登録、高評価、コメント、無断掲載よろしくお願いしま す。次の動画も見てね。せーの、おやすみ。私はキュートな